画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。前回、このね、クローバーじゃないクラブ、の鍵を手に入れて、ところで終わったわけですが、ちょっと開けたいね。今持ってる鍵がですね、こちらのねダイヤ、そして、クラブということなんですね。ということはですね、ダイヤはあったよね。クラブはこれ資料室って実はクレア編で行ったことがないと、いうね状態なわけですね。そしてですね、ダイヤは本館の方のこれリネン室ですね。とかね、行けたら行くということですね。あとはハートだね。まあそんなこんなで、やっていきましょうか。楽しみだ。ショットガンをメインでも使っちゃってるけどね。まあこれマグナムね、改造された。そして大型拳銃ショットガン、もうぶっ破していくスタイル。まあだってホラーゲームであるのと同時に、これはシューティングゲームでもあるからね。あれちょっと待って、これあれどっちんだっけ。いじったよね多分。これで多分もう水が出るはずなんでね。で消化できるようになると。あーももちろん取っていくぜ。いやーちょいちょいね遅れていて申し訳ないです、動画の方はね。立て込んでおりまして、ドッタンバタンドッタンバタンやっとってね、ちょっと遅れてしまいました。あらよ、はい出たフッシャーですよ。フッシャー出ましたね。ここで一プロあいようかっていう感じですけども、さてタイラント追跡おじさん、はい来ました。あもう壊れてんだよね。レオン編だとあれ壊れてるんですよね。まあしかし多分この先のボイラー室には入ってこないんじゃないかと読んでおります。というのも整備おかしいねこれ。まあ入ってこないでしょう、多分。びっくりしていませんよ。はい。あの程度でね、びっくりするような私ではありませんからね。で、時計台に行ってこれをはめ込まないといけないんだよね。まあ、いろいろと準備しましょうか。いろいろとね。まあ、先行手榴弾使うのも全然ありなんだけどね。なんかもう板いらない気もするな、これ。一応預けときましょう。で、フィルム向こうでまたね、現像しなきゃいけないんだよね。あとは、ガンパウダーが、あ、電子部品もやらなきゃね。これね、少ないんだよな。どうしようかな。とりあえずこれ置いといて。で、ハーブか。こっちのハーブでいいかな。やったな、これ。どこら辺歩いてんだこれ。もうさ、これ先行しかないんじゃない、逃れる手段。これ大丈夫、いける。あそこの一本道を塞がれてたら意味がないよ。入られても困んねえな。でも気づいてないみたいですね。歩いて行きましたね。そうだね、このまま一旦ここに入って、これ今タイランド君がねこう歩いてると思うんだけど、この先に所長室があるのよね。だからそこに行きたいんだけど、
から降りてしまうと警備員さんだよね。絶対いるもんな俺。どうしようかな。上のところもこれか。オッケー。はい。ここだけ聞いてみるか。いざとなったら先行手榴弾。よし、そっち行ってくれな。じゃないと。え、迷ってる。どっち行くべきか。いや、こっちか。いや、後ろなのか。見られないことが重要ってな。よく言ったんだ。っていうか、この先に行かれたら私の目的地なんだよな、これ。ハートのね。まあ、ワンちゃん一回こっちに流れてリネース行ってもありなんですけどね。ちょっと一回東側オフィス、通っていきましょう。ちょっと上ゾンビが多すぎるんで、まあ、立夏がいるとは思うんですが、歩けば問題ないので立夏はね、この中を通っていきましょう。で、あそこは塞いでるからね、大丈夫大丈夫で、こちら側のね、クラブとダイヤリネースの方に行くと。うまいことやり過ごしましたね。これはいいぞ。で、このままクラブの方まで直進してもいいかもね。いや、タイラント巻いたな。しかし、巻いてない。見つかったんかな、私見つかったんかな今の。入ってきたな、チキショウ。うわっ、あぶねえ。うー、嘘。ハートや、ここハートや。まったくよ。よしやり過ごした。ここからこの先の資料室ね、はい、これ使います。よし、でやり過ごす。よし、来た。おう、来ました。これで図書室のジャッキ、危な、開けてきやがった。ゾンビが開けるっていうことは、あのタイラント先生も開けてくるからね。よし、ここから、え、ハートだこれ。嘘、これまずいぞ。ちょい待て、これまずいぞ。もうショットガンぶっ破するしかねえなこれ。タイラント出てくるじゃんこれ。はあ、ファー、これまずはやっときましょうか。もう OK、 しょうがない。で、
このまま一回出て上に行ってこのリネン室、行きましょう、うん、まずいな。そこにいるもん、リッカーが。嘘でしょ。よしよしよし、やり過ごした。オーケー。いやもう一時期はどうなるかと思いましたけども、まずい、タイラーとも歩いてきてる。まずいぞ。オッケー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 。で受付のところに戻ってこれたと。うん、2階に行きましょう。怖えな、おい、まったくよ。油断も隙もあったもんじゃねえな。レオン編ってほんと弾が少ないよね。下から来て。これ急がんとな。左のとこだね。このゾンビ一掃しないとあれ動かせないからな。うん。よし、来ました。これで、ダイヤのとこは終わりなのかな？はい、リネン室。ついでに、あれもね、あ、ガンパウダー、組み合わせとこうか。早速。ついでにそうだね。スターズオフィスにはあのね、追跡者おじさんね、多分入ってこれないはずなんで、おそらく。多分。入ってこないな。入ってきたらもうこれ投げつけるからな。大丈夫そう。よかった。で、これを動かすと、ジャッキーをね。うん。これによって、まあ、ここで大体やることは、警察署でやることは大体終わってくるんじゃないかなと。あとはハートね。うん。ああ、あとこう、キーパッドも必要なんだよね。なるほど。OK。まあ、とりあえずシャワー室から抜けて、図書室側になんとか行きたいな。で、まあ、図書室を完全にクリアさせて、あそこを動かしてね、箸を作ると。はい、来ました。そして、ここでアイテム、3ですね。3が、ナイフと、フィルム。あー、フィルムか。あー、なるほどね。あー、で、バックパックみたいなのが、まあ、3かな。いや、2だな、これ。だって、これ203だから、2を先にしないとダメだもんね。とりあえず、じゃあ使いましょう。2の方に。うん。そして、102ね、まず。102と。はい。上げていきます。ガンパウダー、ありがとう。そして、103無理でしょ。106、109ね。106と109を開けると。うん。106と109ね。このフィルム何なんだろうな。もう一回あそこ行かないといけないんだ。109と、09ね。渋谷にあるんですけどもね。うん。OK。こっち側はこれで全部開いたと。ガンパウダーね。いや、助かる。もうね、弾丸が不足して不足して。大変なのよ、これ。ちなみになんか、クリア時間もっと早ければ、なんか無限武器が手に入ったりとかするらしいですね。208は無理でしょ。ここら辺は無理ですね。早くもう一個のキーパッドが欲しいな。さて、これで、あとは、あ、ここまた来ないといけないな。ハートの刻印。
待ちっすか。完全出待ちっすね、これ。頼むぜ。いるわ、いるわ。もうドア前にいるわ。よく開くな、このドア。いや、これ、きついとこいるな、おい。きついとこいるわ。参ったな、あいつ。どっか行ってくれんかな。少しほとぼりが冷めるまで、ここで体育座りしておきましょうか。もう出待ちしてないやろ、おそらく。いんのこれ。嘘やろ。マジで意地悪なやつ。頭にぶっ刺するかこれ、この野郎。さっきからふざけやがって。切ってみろこの野郎。おお、やったろか。んきた、タイランド入ってきた。入ってきた。やってられませんわ。危ねえ、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 危ねえ。悲しい顔してるわ、もう。何あれ。いやー、おかげで、まあでも、これでフィルムを、現像することができます。うん。あ、これね、今更っちゃ今更だけども。じゃあ、これにて、ここは退散ということでしょう。うん。まあ、図書室の方行きましょうか。行きたいんだけどね。うん、早々に本当は図書室に行きたいんですけども。あの、西側オフィスを通って行けないっていうね、ここまで。いや、次頑張ってみせる。次こそ行くぞ、行くぞ。図書室行くからな。よし、一回やり過ごした。これでシャワー室を通って図書室に行きましょう。図書室ってね、2階にあるんでね、この先で、ジャッキを使って、あれを解除してね、橋を作ると、いうことです。よし、この辺は OK。ゾンビね、うん、大丈夫だね。いやー、まずらしだね、ここね。スターズオフィスでしょ。まあ、いざとなったらスターズオフィスに乗り込めば大丈夫なんで。まあ、あのタイラントってやたらスターズを憎んでますからね。まあ、スターズを憎んでるというか、スターズを殺せと命令を受けてるんだけども。なんとね、バイオハザード3のリメイクができるかもしれないらしいですよ、今回が好評でね。で、さらにですよ、あのバイオ8の噂があります。めちゃくちゃ楽しみよね。さあ、これ気づかれずに行きましょう。うん、いいね。ゾンビにも気づかれている。これ完璧じゃねえか。やっぱり私、スカイリムでもそうだったけど、弓使いが行くスカイリムってやってて、あれでもね、めちゃくちゃ隠密プレイしまくってたんですよ。生きてるね。敵に見つからずして行動する。そもそも非効率な戦闘を避けていく。非生産的だからね。やっぱりね、物事の争いってのは良くないよね。
争い事は良くない。本当にここアイテム拾い損ねてるのがあるらしいぞ。なんだっけ、時計台に行かせてもらうよ。で、あそこでね、多分ハートの時計かなんかが手に入るのかな。 OK じゃあなよし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 、アイテムないね。 OK、 さあで、ここが開くはずなんです。うわぁ、間に合わないのかい。話してください。開いた開いた、よかったよかった。で、ここ紙ね、いつものね、修理業者の紙と。で、ここはめ込みます。いいね、完璧ですね。隠し階段が出てくると。しかしこれ、これさ、クレアがやってくれてたはずなんじゃないんでしょうか。私がまたもう一回やらなきゃいけないんだね。あ、これね。うん、あれ、ここなんかあったっけ。ああ、え、あ、西側倉庫のこの逆側に出るんだね、これね。ガンパウダー台、いいですね。やっと台が手に入ったね、これね。よかった。さあ、時計台動かしましょう。ここには入ってこれないからね、あのおじさんは。もう入ってきたら積むもんね。ある意味優しさなのかもしれない、あのタイラントおじさんね。で、これね、小さな歯車。ここにアイテムが Nothing で、下に小さな歯車をはめ込むと。いや、進んできたね。なんか、まあ容量やっぱ得てるよね。まあ編集でちょいちょいカットはしてると思うんですが、うん、どうでしょうか。あ、あと下にはめ込めばいいのか。そういうことかね。いや、楽しみですね。どんがらがしちゃってこう出てくるからね。あ、違う、上だわ。で、あの箱の中からおそらくハートの鍵じゃなかったかな、おそらくですけども。ここにこれです。やっともうこれアイテムのかさばるやつがなくなりました、うん、さあコントローラーが振動しております。ガッチャン、銃であれバーンやって落としてもいい気もしますけど、これで電子回路が2つ揃ったと。こいつは始末書ものだな、いうことですね。何気にここの影、人の影に見えて怖いね、これ。何気に人の影っぽくなってるのも演出なんでしょうか。よしよしよし、さあ新人警官のレオン君、今度先もバリバリ進んでいくよ。はい、手に入りました。いいね、調べましょう早速。どれはどれか、パカリ、この音が気持ちいいんだな。電子部品の一部だ。これあの逆側から行けんだよね。行きたいね、東側倉庫。よし、下に行こう。なんか足音めっちゃ近えな。よしよしよし、ここから入っていきましょう。ここタイラントおじさんね、入れないと思うんで、多分大丈夫だと思う。で、これね、で、1個預けておいて、これも持っていきます。あの手置いていきます。さらに一応回復アイテムを、持っていこう、うん、いざという時のためにな。これで OK だ。
さあ呼びましょう。いいぞ、いい感じで進んできてるぞ。この間に一回セーブしておきましょうか。こまめなセーブが非常に必要。あの、難易度が上がると、あの、インクリボンが必要になってくるんですよ、セーブが。スタンダードの上の、難易度からそうなるらしいです。あ、たまたまが、たまたまがある。すまんな、たまたまあるね、あれ。え、 OK、 わかった。さあ手はめ込むか。うん、これはね、まあ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 適当やってればね、だいたいつながるんでね、こういうのはね。はい、来ました。うん、さてと取ります。ベンのメモ。警察署はもう化け物だらけだ。いまいましいうがり声がここまで響いてくる。コードネームタイラント。やつらが極秘に開発した究極の生物兵器だと。おそらくやつに下された命令は後に証人となるものの抹殺。まあそうでしょうね。いただきますよ、パーキングエリアの会員証。なんだこれ、会員証じゃないよね。ああ、でもそれじゃ何の説明にもなってないと思うな。アンブレラが例の個人を支援してるなんて偶然とは思えない、ええ、これはアンブレラが設立した奨学金の取材じゃなかった？そんなネタじゃ誰も食いつかない。みんな自由ウィルスで支援してるんだよ。この女の人の声、しかも街の袖で穴は地下にあるあんたの研究所に潰してるんだってな。なあ、シェリーのお母さん。もう話すことはないわ。だよね、これ。くそめ。なるほど、つながり始めたな。くそめ。はい、手に入りました。はい、さよなら。何を探ってるんだ。全部は、はい、そういうことですよね。もう全然分かってましたよって言ってね、これね。そういう、いい加減、うっそ、コンボ、コンボはずるい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 。いや、やってられずにしようなぁ。ちょっと待て、私をひとかみしないで、ひとかみしないで。おい、ちょっと待て、危ね、開いた、こっち側ですわ。ふぅ、あいつなんかバカンバカン、ゾンビを投げ倒してますけども。オッケー、いい感じで逃れた。おーし、来たこれ。え、救急スプレーあったの、ここに。マジかよ。もう戻らねえぞ。うわっ、ああ、タイラントってね、笑い顔にするとね、それはそれで怖い。来たー、私の女神、女神。さすがだわ。もう結婚したい。絶対深いね、死に惹かれるけどね。いい加減にして、これであなたを二度救ったわ。確かに、まさか数えてたとはね。借りができた、ね、これはゲームじゃないの。おい、待て、死なない奴ばかりね。確かに。おお、バカった。さすがだわー。カードキーはあります。持ってる。そのガン、ね、エイダどこ行ってた。その内容を説明してくれ。それは私が聞いてから。ああ、マウントを取りたがる女だな。ここを出ましょう。はい、わかりました。はい、わかりました。新人警官なんで、そこは従わせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、まずはシャッターを開けて。はい、はい、わかりました。あ、いいっすね。はは、なるほどなるほど。エイダ早くシャッターを開けなさい。ごめんごめん、本当にね、これ誰しもがやるでしょ、間違いないでしょ、みんなやってるでしょこれ、間違いないよ、みんなやってるでしょこれ、絶対やってるから、私だけじゃないはずだから、これ女の人もやってると思うよ。いや、もうサムネ決定やな、これ。サムネ決定やな。決定しましたね、これね。はい、開けさせていただきます。もう十分気が済みました。行きましょう。我々の新しい門出を祝って。レオンしゃがめません。レオンしゃがめません。すいません。映画だな。本当に大丈夫か、私のこのプレー。さすが映画ですね。目的の情報はそれか。残念だけど違う。あ、そうですか。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる。そうね、失敗してる。この混乱を招いた責任者について。はい、あ、そう。それであなたは？世界でも救いに行くの。まあ世界でちゃちゃっと救おうかなっていう。誰かが伝えに行かなければ。そういうことです、ね。この町には救援部隊が必要だ。救援部隊が必要なんですよ、平田先生。こういう助教師がいそうな気がします。こういう助教師いたら嫌だな、でも。平田どこ行くのこれ。え、ここ。ここまでね。え、どうすんの。あのガンショップを通るしかなさそうね。あ、そうだよね。なんか飛び降りて一人どっか行くのかと思いました、ね。あ、こっからもう二人で行動できんの？あ、あ、あ、あ。お、しゃがんだ。取り出したな。キーピック取り出した。さすが、さすが。ひどいありさま。本当だな。まったく誰だ。こんな犯罪を犯した奴は。ねえ、江田先生。もうさ。私さ、やばいな、これ。あ、ロングバレル。え、ショットガンに組み合わせるやつでしょ、これ。来たわ、来たわ、来たわ。いい感じのポンプアクションの、この、具合で。いいっすよね、これね。あ、わ、ガンショップありがてえ。ガンショップもっとないかな、アイテム。え、行かないのかな、これ。いいじゃん。動くな。何もしない。動くなって言ってんだろうが。ここを通り抜けたいだけだ。うん、銃を下ろして。見てわかるでしょ。警察官ですよ、こっちは。さっさと向こうを向いて。今来た扉から出て行け。あ。その子、症状が出てる。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。ゾンビの。お。よせ。やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。エイダ、さすがだわ。俺の娘なんだぞ。これね、こういうシーンね、元祖のね、ゾンビ映画ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでもね、こう思う父親っていう演出があって、そこを出るなと言ったろう。こういうにらみ合いが起きたこともあるんだよね。ああ、ここにいる。いいな。まあ、これは親の気持ちになるとね、あの連中に言われたんだ、ね、家族みんな、あんた警官だろう、はい、なんでこんなことになったんだ、ね、なんで俺たちがこんな目に遭う、アンブレラの、ね、せいですね。ねえ、枝、俺たちの天使だったのに。ママ、あれだな、シェリーみたいに救ってやりたいんだけどね。いいね。抗生物質がな。そろそろ研究所の研究所の奥深くなんだよね。エマ。エマか。
あの人の武器が欲しい。あ、さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。あ、なるほど。これはオリジナルのバイオハザード2にはなかったですね、こういうシーンは。彼には真実を知る権利がある。違うか。まあ、あ、何が起きてるのか教えてくれ。こんなことを止めないと。そうですね。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。うん、まっさらなレオン。私の任務はアンブレラを止めることなの。はい。命がけになる。なるほど。この町を救うためなら何だってやる。いや、かっこいいわレオン。そろそろ脱ぐか、これこの服。かっこよくなるか。ちょっとかっこよくなりましょうか。うん、これね。いやー、さすがレオンだわ。かっこいいわ、こういう男になりたいって。あれ、あら、エイダも、あ、そういう風に。アンブレラ社は知ってるの？そう。ちょっと私、動揺を隠せない。ゾンビと出会っ、タイラントと出会った時より動揺を隠せない。今の状況も説明がつくな。これ、この衣装にして下から覗くべきだったのか、もしや。そういうことなのか。ちょっと待って。よっしゃ！よいしょってなんですよね、ほんと。いや、だってさ、なんか他の人たちの写真見たらこの服装だったんですよ。張本人よ、彼女を見つけて捕らえる。ちょっと待って。じゃあですけども、すいませんけども、これ、こっちだとどうなるの？それになるの？これそれっぽくなるの？あ、これはこうなんだね。あー、なるほど。じゃあエイダは2種類のコスチュームになるということなんでしょう。いやー、そういうことだったか。あー、いいわー。あ、あ、お、動いた。落ちたのかと思った。前を向けよ、この男は。本当にアネット、この先にいる。なるほど。怪しいですね。下水道か。これこそあれですね、水も滴るいい女というのは。ああ、どうも。ありがとうございます。ああ、なるほどね。いや、絶対みんなこれやってるでしょ。間違いない、間違いありません。これみんなこれやってるから。そんなわけで、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの陽気ゲームライフの方に乗っております、ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。